皆さんこんにちは、りなじょーです。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。はい、今日は地下鉄に乗って博多駅から揺られること5分、訪れたのはここ福岡空港です。博多駅から地下鉄で5分で福岡空港に着くなんて、これが福岡の魅力っちゃね。福岡空港ね、今まあ全然来ることないけん、かなり久しぶりにちょっとやってきたっちゃけど、現在の福岡空港はこんな感じ。コロナ禍っていうこともあるけん仕方ないっちゃけど、やっぱり寂しいよね。どうにかならんかいな。航空会社も大変と思うっちゃけど、コロナ禍でも皆さん頑張っていきましょう。頑張ろうね、みんな。ということで、本日の目的場所に到着。ラーメン滑走路にやってきました。福岡空港の中にあるラーメン滑走路。今はこんな感じで人は少ないっちゃけど、いろんなラーメン屋さんが集まっとうところっちゃん。本日は屋台ラーメンを食べに、玉龍さんにやってきました。お気づきかもしれませんが、2回目です。ということで、二度目の玉龍さんにやってきました。前回は味玉ラーメンを頼んだっちゃけど、今回はチャーハンも食べたいけん、A セットに決まり。チャーハン食べたことなくて、せっかくやったら食べてみたいなと思って A セットにしてみました。店内はこんな感じで、屋台ラーメンやけんね、作りがね、屋台風になっとって、かわいっちゃんね。ここ豚骨ラーメンだけと思いよったっちゃけど、他にも担々麺とか角煮ラーメンとかいろいろあったじゃんね。そしてやってきました、 A セットの登場。美味しそうなラーメンとチャーハン、食欲がそそられる。ここの豚骨ラーメンシンプルっちゃけど美味しいじゃんね。りなも久しぶりに食べるけん楽しみです。今回は味玉やなくって、チャーシュー3兄弟がお出迎え。チャーハンは初めて食べるっちゃけど、すごいいい香りがします。美味しそう。いただきまーす。いや、これは何月ぶりだろうか。全然福岡空港に来ることがやっぱり今ないけんさ。この豚骨スープを飲むのも半年以上ぶりったいね。相変わらず美味しい豚骨スープ。ちょっとだけとろみがあるような感じで、まろやかなスープなんやけど、豚骨臭さもあんまりなくって、すごい食べやすいラーメンだと思います。麺の硬さはいつも通りバリカタで、これぞザ・博多ラーメンって感じの見た目って感じ。キクラゲとネギも入っているのが嬉しい。キクラゲって美味しいよね、コリコリしとうし。皆さん、なんか忘れとうと思ったらごまかけてなかった。なんか足りんなと思ったらごまやった。リナはね、ごまは必須のタイプやけんね、ごまたくさん振りかけまして改めて食べたいと思います。そしてこちらがチャーシューくん。結構ね、おっきい、一個一個が大きなチャーシューって感じです。なんて言ったって3つも入っとうけんね、ありがたい。うん、チャーシューもうまかー。ほんとここのラーメンはなんか思い出したら食べたくなるって感じちゃうね、リナ的には。なんか疲れた時に豚骨チャージしたくなる。なんかわかる。でもね、他県の人とか豚骨が苦手な人とかでも食べやすいと思う。胃が重たくなりすぎんような感じのラーメン。他県って言って味が薄いとかそういうのでもない。クリーミーな豚骨っちゃけど、後味すっきりみたいな感じ。すごく本当に食べやすいラーメンだと思います。そしてラーメンを食べ終えたりなは、チャーハンと選手交代。玉龍さんのチャーハンは初めて食べるっちゃけど、どんな味がするとかいな。このチャーハンはね、優しいお味です。印象に残ったのは、この卵がふわふわ。卵がふわふわで美味しかった。濃すぎる味でもないし、すごいね、ちょうどいい味付けって感じ。で、とにかくなんか優しさが溢れとうような感じのチャーハン。伝わる？もう卵がふわふわで美味しかったね、一番。卵、ふわふわやん、みたいな感じやった。このチャーハンもね、最後まで美味しくいただきました。ちなみになんやけど、ここ味噌豚骨っていうのもあって、これ興味あるなーって思いました。
この A セットね、結構ちゃんと量があってお腹がいっぱいになる感じ、もう満足満足って感じの量やった。最後までチャーハンも美味しくいただきました。ごちそうさまでした。はい、ということで今回は、まあ、2回目にはなったっちゃけど、福岡空港のラーメン滑走路にある玉龍さんのラーメンをご案内しましたが、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは福岡のこと発信しようけん、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。そして今月からメンバーシップをスタートしました。メンバーシップはリナ嬢のくだらない動画を毎週木曜日に発信をしていきます。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。そして今回の玉龍ラーメン、気になった方はぜひ行ってみてくださいね。それではみんな、また会おう。バイバーイ。リナ嬢でした。福岡大好き、博多大好き、リナ嬢好きならこっち来て。